では続いての演目の発表をお願いします。はい、続いては稲太郎です。ん？桃太郎じゃなくて稲太郎です。稲太郎、稲太郎です。わかりました、はい、さあそれではお楽しみいただきましょう。続いての演目、巻きでお願いします。稲太郎です。いやー稲太郎、桃太郎ちゃうねんな。稲太郎って俺見たことないねんな。ちょっと呼んでみようか。ん？何何？2年前の夏、枚方市の美容院にお父さんとお母さんと稲太郎が住んでいました。美容院に住んでるの稲太郎。お父さんはカットと顔剃りを、うんうん、お母さんはシャンプーと殻を担当していました。美容院やね、それ美容院だ。はい、そんな中、はい、稲太郎は進路を悩んでいました。悩んでた。はいはいはい。ある日稲太郎は、うん、お父さんとお母さんに進路の相談をしに行きました。進路の相談、はい、はいはいはい。えこれめっちゃおもろいな。めっちゃしゃべりかけてくれるよ。えおもろ。進路の相談行ってんな、はい、うん、ちょっと入っちゃった。あ、お父さんとお母さん出てくるのかな。お父さんとお母さん出てけへんかな。これお母さん、お母さんのパンチ具合すごいな。ほんでこれ稲太郎やな。お父さんとお母さん一緒の髪型やん。お父さんとお母さん一緒の髪型のことなんかあんの。絶対そんな性別が違うから同じことありえへん。何これ気持ち悪い。稲太郎だよ。俺ユースをやめて鬼ヶ島に鬼退治に行きたい。なんでユースやっとけや。なんだ何言ってんの。そんなのダメよね、お父さん。そらそうや、そらこの稲太郎行ってこい。えありがとう。俺必ず鬼を倒してくるから。なんでな、なんで行かすの。いいか、稲太郎が鬼ヶ島に向かっていると猿が現れました。猿現れた。はい、あ、猿、稲太郎普通の子やったな。その話もなんか桃太郎と似てんな、これな。はい、そうです。あ、猿、いかつ、猿いかつ、猿いかつ。なんだこれ、稲太郎、稲太郎どこ行った。めっちゃフーフー言うてるし。今から鬼ヶ島に鬼退治に行くんだけど一緒に行かない。あ、俺先に今鬼ヶ島に行こうとしてたんだけど、お前仲間にしてやるからよ、ついてこいよ。あ、はい。猿の上、なるよ。うわ、音もしてるやん、稲太郎。うわ、もうすぐ音もらったやん。そうして稲太郎は猿の仲間になりました。のそれで。はい、ほう。猿と稲太郎が歩いていると犬が現れました。犬現れた。これ桃太郎と一緒やな。これ音もしてるの。あ、稲太郎さん、どこ行くんですか。今から鬼ヶ島に。ちょっと待って、ちょっと今ちょっと稲太郎っていうやつを連れてよ、ちょっと鬼ヶ島鬼退治に行くから、お前もちょっと仲間にしてやるよ。ウィッスー。俺この二人なんかこの席を持ってる。こうして犬も猿の仲間になりました。犬も猿の仲間なってんね。おい、ちょっとお前ら二人、お前ら二人だとちょっと心細いから、ちょっと仲間呼んでこい。ウィッスー。稲太郎もう自分ないやん。あんなにユース辞めても行きたかったのに。うわ、もう猿に従ってもうてるやん。おーい。あ、見てきた。おーい。あれ、なんか変ないっぱい出てきた。なんかいっぱい変な出てきた。なにこれ。兄貴連れてきました。おい、
ねんけど、ちょっとお前らちょっと自己紹介がてらちょっと何かやってくれ。任せてください。ちょっとよし。めっちゃ犬した顔やん、サロニー。じゃあまず記事から、記事からいこうか。よし。ちょっとお前もう膝怪我してるからちょっとやめとけ。あ、もうやめとけ、もうやめとけ。いやいやいや、膝関係ないやん。どんなええやん、記事。じゃあ次、カッパ。あねやん。カッパちょっとお前ネタ見してみ。ちょっとネタ見してみ。カッパ？カッパ入ったかんじゃん。キュウリ食いてぇ。カッパいらんと思うわ。お前もうその辺のキュウリ食うとけ。うん、なんでやったら畑やらしたら。ダンゴムシ。ダンゴムシ？ダンゴムシちょっと。ダンゴムシ連れに行くの？ネタ見してみ。ダンゴムシ分かってんだろこの子何やらされてるか。行ったり来たり何もんだり。ちゃんと言ったりや何やらされてるかとで。ジャーマンシェパードちょっと最後ジャーマンシェパード締めてもらっていい。ジャーマンシェパードってドイツの意味やん。パワー。どうしたんドイツで何があったん。なんか強そうなやつがいましたね。兄貴、これぐらいで許し合いましょう。まあ、ちょっと頼りないけど、ちょっと、まあ、ちょっと鬼ヶ島ちょっと遠いから、ちょっとタクシー呼んできてくれ。タクシー？タクシー？ウイス。長谷川タクシーでいいっすか？お、何でもいいから早く呼んでくれ。ウイス。長谷川タクシー。何の長谷川タクシーって？タクシー。個人タクシー？タクシー。まだ出てきたやん。絶対怒られたやねん、こいつまとめ。兄貴、連れてきました。お客さんどこまで？お客さんどこまで？鬼ヶ島まで行きたいんですけど、7人乗れます？7人無理だわ。もう一台呼ぼうか。お願いします。次のウィスイス、ウィスイス。7人なんだけど、そっち何人乗れる？ウィスイス。オッケー、じゃあそっち3人乗せ、こっち4人乗せるから、みんなで鬼ヶ島行こうや！あの3人に分かれて、兄貴、よこっち言うけど、これ。よう南の町で言うけどね、こっち3人乗ってんの。あ、そっち3人で。絶対ほらほら、ダンゴムシこっちね。普段やってるやろ、ダンゴムシ乗れる。え、さっき言った。絶対タクシーで行ったらあかんや。あ、そうや、マイク。一方、マイクで今鬼ヶ島ではお腹を空かした鬼たちが夕食の準備をしていました。怖い怖いわ。鬼や鬼、鬼が来る。なになになに、あ、夕食。はい、どうぞ。あ、うわ、鬼出てきた。赤鬼とピンク鬼出てきた。ピンク鬼って何？おめえちゃんと作ってんのかよ。お前の飯まずいからな。ミキティ！ミキティじゃないでしょ。ミキティって何？ここに美味しそうなおでんあるからご飯食べようぜ。そうか。あ、じゃあ俺一番に食うよ。え、じゃあ俺食う。じゃあ俺食います。はい、どうぞ。綺麗悪い。え、自分で食べる。いや、食べさせちゃって。いいんすか。はい。あー。あれ。やっつ。帰る言われ。もう帰るから待ってね。もうちゃんと食べさせてあげるよ。そんな。はいはい。あー。あれ。あっついって。変われ。ちゃんと口に入れな。おい、熱いよ。もうご飯も食べたし、お風呂にするか。行くで。お風呂に準備しようか。鬼って風呂入ってんの？お風呂入ろうぜ。入ったかんで、もう
お風呂入らんで、でも。あ、来た。ハゼがタコシ来た。来た。やっつける。はい。はい、着きました。660円です。安っ。そんな近いの？ワンメーターやん。鬼ヶ島ワンメーターでいけんの？おい、ちょうど今鬼が飯食ってるから、ちょっとお前ら倒してこい。俺は見とくから、行け。めちゃくちゃボスやん。よし、はい、一回集まりましょう。なんで楽しみ仕切ってんの？はい、ゲースケバッキー、あっちゃん書いといて。あっちゃん書いといて。ゲースケバッキー、はい、一回集まってください。今日の試合、全員が絶対勝つんだって強い気持ちを持って、みんなで鬼倒そうや。そんな言うてんの？試合前。そうなの？もう倒そうよ、倒そう。倒してくれ。ゲーム、よし。あ、こんな嬉しい日に本当はおまわりさんも怒りたくないんです。おまわりさんも心の中では日本代表のワールドカップ出場を喜んでいるんです。皆さん、ルールを守って正しく戦いましょう。おまわりさんありがとうございます。おまわりさんありがとうございます。君はいつもずるいな。おい、なんだ今の。なんだ、とにかくあんなの無視して鬼を倒せ。お前ら負けんな、行け。みんな無視してめっちゃ悪いやん。行け。猿めっちゃ悪いやん。あ、やばい、このままじゃ負ける。大明神、大明神。お願いします。大丈夫、ムエタイ選手や。大名人じゃん、ムエタイ選手や。おお、踊ってる。おお、こいつ。めっちゃ蹴られてる。倒れろ。あれ、言わせたのに一発入った。なんだこいつは、これやばい、助けて。さあ、母さん、父さん、母さん。うわ、K-1 戦出てきたやん。やばい、K-1 出てきた。いけ、野ちゃん。うわ、すぐ負けた。胸板すごっ。一番痛いのパンチした。胸板すごっ。やったよ、父さん、母さん。やったね、やったろ。超嬉しいっす。ありがとうございました。止まらない雨が、恋が降らせた雨が、二人を昨日へ返さない。鬼の風の真ん中を一人進んだ、埋もれないよ凍えた頬を今預けよ、その手で本
静かに咲いた綺麗な花に僕の覚悟が目をこすり出す。二人で落ちた恋の魔法スペシャルレイで消えないで、月にそっと見守られてるような柔らかい渦の中、未来の神話に刻まれそうな物語作ろう。このまま君の胸に飛び込んだまま、奪いたいずっと涙もその瞳も止まらない。雨が恋が降らせ、ありがとうございました。ありがとうございました。